今回レビューするのは、Amazon で見つけた激安だったトイガン、ポケットハンドガン。メーカーは青島文化共済社で、製造元は韓国のトイスター。今回はこんな感じ。隣にもラムネが。本体は帯型であり、展開して発射可能。一応、サイトの管理。ナブルイーグルのバイオ BB ガン 0.12g を使用。リアサイトを開けると BB ガンを流し込める。多分80発近く装填できる。7はなかなか二眼測計の調子が悪いです。BB ガンはチャンバーに微粒落下なので、たびたび不発になる。シャカシャカ必須。トリガーストロークは長く軽い。とりあえずカメララークごめんなさい。10メートル手前で遭遇し、的に当たらない。サイト通り狙うと右下に30センチずれる印象。それを考慮し狙うと10メートルくらいなら当たる。距離は最大15から20メートルくらい。青島文化共済社のポケットハンドガンはいかがでしたでしょうか。500円くらいで販売されていたらしいですが、現在 Amazon で2380円になっています。ご視聴ありがとうございました。